んにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらですね。うん。オムニボット、ハロー大のです。はい、こちらですね、オムニボットシリーズですね。以前ね、ハローズーマーって紹介したんですけれども、うん、今回なんと、恐竜ですね、うん。ハロー大のでございます。大の。しかもですね、恐竜をペットにっていうね、コンセプトに作れたもんですね。箱の裏側こんな風になってまして、恐竜のいない生活なんて考えられないって書いてあるね。で、怒る、ついてくる、吠える、踊る、追いかける、かじる、いろいろなんかアクションがありそうだね。あとなんとね、目がそれぞれね、光り方が違うんだよ。このちょっと気になるところだね。それで、今回はですね、なんとこのコントロールポットっていうリモコンがついてくるね。これでもダイノを操作することができるみたいですね。そしてこちらがハロダイの本体ですね、うん、緑色だね、うん、恐竜っぽい。ここで見るとそんなに怖い感じじゃないよね、可愛いよね、うん、そしてこれがコントロールポットですね、はい、それと USB チャージケーブルが1本付属しております。充電は別売りのこのタカラトミー AC アダプターでもできますね。こちらですね、 AC アダプターになってて、線の先がマイクロ USB になってます。そのまんま充電できる感じだね、うん、はい、台のこんな感じですね。口結構歯が出てるよね、うん、で手があって首こんな風になっています、うん、ベルもあるね。あ、そうだね、ベルもありますね、うん、はい、そして尻尾があって、足はですねこんなローラー型の車輪になってるね、うん、背中にですねジェスチャーコントロールボタンというのがついてますね、うん、はい、台のの充電はここです。ここ、うん、ここを引っぺがすと、ズーマーと同じ感じだね。そうだね、ここ引っぺがすと中にですねマイクロ USB を挿せる端子があります、うん、これで充電ということになりますね。で、ここはスイッチ。そう、ここに電源があるね、はい、こんな感じでございます、うん、いやでもね、すごく気になってるのがこの2本の足でちゃんと立てるのかってとこだよね、うん、うん、ズーマーはさ、4本足だったけど、うん、大の2本足だからね、うんうん、恐竜だから。そうだよ。そしてこれがコントロールポットですね。これがジョイスティックでしょ、うん、そしてこれが怒りボタンだって。これを押すとダイノが怒るみたい。これが走らせボタンだって。これを押すと走るのかな、うん、そしてこれがもぐもぐボタンだって、うん、これを押すとダイノがこうね、多分カミカミするんだろうね。それではですね、早速このダイノに電源を入れて遊んでみましょうか、うん、はい、それではエイシン君、電源を入れてみてください、はい。おお、来た。もう緑になった。じゃあ置いてみてくれる？あ、おお、すごい、おお、おお、待て待て待て、じゃあもう一回音押してみるよ。あ、ちょっと音て、あの顔の前でお手手やってみて。あ、違う違う違う、あ、言うことまだ小さないよ。ちょっとやってみてよ。すごい、ちゃんと二足歩行してるね、うん、ちょっとお手手が間な。はい、こっち来い。おー、来た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 。おー、あ、喜んでる喜んでる。はい、こっちおいで、こっちおいで。おー、来るじゃん。おー、ブニブニしてる、ブニブニしてる、ブニブニ。あー、すごいじゃん。おった、おった、おー、すごい、おった、おった。おー、すごい、すごい動く。めっちゃ動いた。すごいよ、よく立ってるね、これね。そうだね。うん、これ、パクパクはさ、目が赤くなるんだね。そうだね。おお、分かった分かった。おお、すごい、おお、あー、もっと戻った。ではこのダイノを我が家のペットにしてみましょうか。うん。あ、めっちゃ来るかも。食べる、食べたい。
うわすごい。あ、歌しちゃって。あ、なんか調子乗ってる、調子乗ってる。歌ってるみたい。はい、こんにちは、まやちゃんねるまです。いやー、暖かくなってきましたね。そうだね。